おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、ちょっと、ご質問じゃなくて、ちょっと僕が喋っていきたいことというか、ちょっと一つテーマを設けてですね、社長先生と一緒にちょっとお話していきたいと思うんですけども、はい、今日のテーマは、はい、今日のテーマはなんかいつものような今回のね、いつも通常、今回のね、常にあるかのような、常にはないですけど、でもたまに質問じゃないことも言うじゃないですか。あ、そうですね、質問関係なし、ね、はい、今日ちょっとお話したいのは、はい、歌がうまいってどういうことっていうことですねってことですね。はい、歌がうまいってどういう人のことっていうか、うん、何をもって歌がうまいっていうのかっていうか、うんうん、かなりこれ難しくないですか。難しいですか。難しくないですか。でも難しいですかねそれは待って、じゃあ答えられるかって言ったら、考えたことって、いや俺パッ、わりかしパッと答えた。じゃあちょっとお願いします。音楽がある人です。ああ、いいこと、いいですね、素晴らしいですね。だって歌って音楽じゃないですか。ああ、素晴らしいですね。音楽がある人ですよ。素晴らしいですね。それは間違いないでしょ。これ社長とちょっと打ち合わせしてないんですけど声があるとかじゃないですよ。やっぱ音楽がある人ですよ。はいはいはい。もうそれに尽きる。はいはい。なので、はい、あの、まあ、今日僕が何をその言いたかったかというと、その今社長先生がその音楽がある人って言ったんですけども、ここはすごく重要なことだと思うんですよ。はい、でもその音楽があるっていうのもまたちょっと抽象的っちゃ抽象的になってきて、それってどういうことっていうことになってくると思うんですけど、次はその後どうですか。じゃあ音楽、例えばまあなんすかね、その音楽があるっていうのも、それ、表現できているかですね。その音を使ってしっかり音と、まあ、歌だったら音と音歌と言葉じゃないですか、うん、その2、まあ、2つって言ったらおかしいけど、まあ、リズムとかも別に、うん、あの別要素として分けたらまたいろいろ増えるんですけど、まあ、音と言葉でしょ。それを使ってその表現したいものを表現できているかっていうことですよね。はいはい、今僕社長先生にこれ突然振ってる話なの で、はい、そうです。結構難しい質問を社長先生突然投げかけるっていうところで結構ある意味すごく難しいことだと思うんですけど、うん、今社長先生その音とか音歌っていう話をしたんですけど、まあ、まさに音楽をするっていうことはそういうことなんですよね。まあ、僕過去の動画でもちょっと言ってるので被ってるところもあるんですけど、ネットとかでいろいろ見てると、こう、まあ、この人は歌が上手いだとか、この人は歌が下手だとか、例えばあるアーティストに対してもこの人は歌が上手いとか、この人は歌が下手だとかっていう、こういろんな議論があると思うんですよ。でもそれってもう、なんだろう、すごく、皆さん何をもって歌がうまいかを分かってなくて言ってんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんですよ。うん、だからそういう一人の人に対してすごくこの人は歌がうまいっていう人もいれば、歌が下手っていう人もいる。自分の中で歌がうまいの基準を勝手に作っちゃってるところがあるんじゃないかなって思うんですよ。うん、だからそれっていうのはあんまり実は良くないというか、ちょっとひねくれた価値観になる可能性がある。自分の中で勝手にその歌がうまいっていう価値観を、こういう人が歌がうまいんだっていう価値観を作っちゃうっていうことは、自分の歌が下手になる可能性もあるということです。なのでそこはまずちょっと先に押さえておいてほしいところかなと思うんですよ。何をもって歌がうまいかっていうのは、で僕が考えるのは、一つ言えることは、ちょっと僕昔ブログでそのカラオケの採点機について書いたことがあって、カラオケの採点っていうのは、まあ、言ってみれば関係ないんだよとはいはいはい、そういうことを、まあ、これも言ったことあるし、うん、言ったことある。カラオケの採点機じゃない、結局その歌を聴いてるのは人間なんだからって、うん、カラオケの機械には心がないでしょって、うん、だから結局それを、歌がうまいか下手かを判断するっていうのは人間だから、うん、人間に向けてうまいと思われるような歌が歌えるようにならなきゃダメっていう、うん、まあ、こういう話をしたんですけど、うん、これちょっと、まあ、自分でブログを書いておいてやんなんですけど、ちょっともしかしたら語弊があったかなと思って、はい、
結構多くの人たちがカラオケに行って、うん、100点取るために頑張ってる人たちって多いと思うんですよ、はい、高得点を出したいと、うん、だからそこでカラオケとか行ったらアドバイスとかも出るじゃないですか、うん、そういうのを鵜呑みにして高得点を出せるように頑張ってる人たちってたくさんいると思うんですよ、はい、僕は昔はこれがあんまり良くないって言ったんですけど、うん、まあ確かにそれはそれで歌がそのカラオケのなんだろうこのアドバイスを鵜呑みにして練習していくっていうのは多分歌上手くならないと思うんですよ、うん、それって、うん、だからそれはそうなんだけどカラオケで100点を取れるぐらいの正確さ、うん、例えば音程とかリズムとか、うん、そういうところでの正確さ、うん、っていうのを身につけていくっていうことはこれは非常に重要なことなんだと思うんですよね、うん、まずそこが、うん、まあ今言ったけど、まあ、重要で、うんうん、それが逆に言うと備わってれば、うん、音程いい音程で歌えるとかいいリズムで歌えるとか、まあ、こういうことが備わってればもうこれは音楽なんですよ。佐々木先生は初めにあのな音楽なんて言ったんですか、音楽を表現できてるかって言いましたけど、なんか忘れたけどちょっと忘れちゃったけどそういう感じのことを言いましたけども、はいはい、これがリズムと音程が合ってればもうこれ音楽なんですよ、うん、心がこもってなくても逆に言ったらこれ音楽なんですよ、うん、そうですよね。だって、うん、でも心がこもってなくてっていうかそれで心がこもってるように表現できるかどうかだよね。うまく歌うためにそこに心があるかどうかじゃなくてお客さんに対してあ心があるように聞こえるっていうのが音楽、そうですね、作品だからね。でも一応あくまであのあくまで音楽っていうだけを考えた場合に、うん、全くそれがだって機械が演奏してても音楽は音楽なんですから。そうね、ボカロとか、うん、機械が演奏しても音楽は音楽なんだから。だから逆に言うとその音程とリズムが完璧にできてばもうそれは音楽なんですよ、うん、でも逆を言うとこれができてないといい音楽とは言えないんですよ、うんうんうん、最低限必要最低限必要っていうことです、うんうん、で僕がそのブログで書いたその内容、カラオケには心がないじゃないかとか、うん、結局聴いてるのは人間なんだからっていうのはあくまでそういう音程とかリズムとかこういうことが正確にできたそれが大前提にあってその後の話なんですよ、うん、カラオケで例えば100点を出せる人間が10人並んでたとしてこの中で好き嫌いっていうのは分かれると思うんですよ多分ですね、うん、この人は下手なんじゃないかこの人は上手いんじゃないかとか、うんうん、100点を取れる人間が10人いても多分この中で好みは分かれると。それはまあいいと思うんですよ、うん、まあ好みじゃないですか結局最初ポップスなんか特に、うん、好みになってくるがそれをこういろんな人がそういうなんか自分の価値観があってその中で議論をしていくのはいいんだけどまずここの音程とかリズムとかもできてないのに歌が上手いとか下手とかっていうのを議論するっていうのはちょっと違うんじゃないっていうことですよ。